僕にとって海とは学びの場です。茅島康成です。山梨学院短期大学で主に生物学を教えています。もちろん海の生物も教えています。山梨学院短期大学食物栄養科准教授の茅島さん、毎年夏に海の生物学と題した臨海学習を企画し、学生たちに海の魅力を指導しています。茅島さんがこの海の生物学を始めて14年、毎年訪れる学び場としての海に驚かされるそうです。ここに来ないとやはり、実際に見てみないと、触れないとわからないというものがたくさんあります。陸では見られない生き物が、いろいろな種類があったり、動物という名前をしていても動かなかったりと、もう常識では考えられないくらいいろいろな種類の生き物が、いるということが魅力ではないかと思います。やっぱりこう毎年毎年見られる生き物とか、環境とかっていうのは、少しずつ微妙に変わっていくところがあって、その度に、発見というかがあるので、やはり飽きることなく続けることができていると思います。この海の生物学は茅島さんとつながりのあるさまざまな教授陣が協力、学生たちに海の魅力や知識を多角的に指導しています。とてもやはり新鮮に、いつも素直にですね、驚いた時は不思議だ、なんでだろうというふうにして、すごくみんないい反応をしてくれています。特に今の山梨学院短期大学の子ですと、やはり山梨海がないで、その辺に、ね、海のないところで住んでいる学生さんたちが多いので、またその驚きとか反応もやっぱり違いますね。いろいろなプログラムを入れて、もっとさまざまな海の魅力を学生に伝えれるような魅力ある実習プログラム、授業プログラムというものを作っていきたいなというふうに思っています。最後に、地球温暖化などで毎年変化する海の環境について、茅島さんの思いを伺いました。変わらないようでも少しずつ、海ってやっぱり変化していくんですよね。で、そういう少しずつの変化なんだけれども、そういった変化を見てすぐに、やっぱ環境が悪化したとか汚染されたとか、そういうようなことを言う人もいるかもしれないんですけれども、それっていうのは極めて主観的なことであって、実際は例えばそういう環境が変わった場合に、またその環境に合った生き物というものがまた新しい生態をそこで作っていくわけですので、1年2年とかのこう小さな変化ではなくて、やはり長い目で見守っていってほしいなというふうに思います。少しずつ変化する海、これは海が学び場として無限の可能性を秘めているってことかもしれませんね。